こんにちは、光皮膚科クリニック院長の篠田です。今日なんですけれども、今日はいつもまあスライドを使ってプレゼンをしてるんですけれども、ちょっとそれとはちょっと雰囲気を変えて、クリニック、うちのクリニックですね、クリニックで行っている、まあ、コロナウイルス、まあ、今現状その緊急事態宣言は解除されたんですけれども、まあ、まだまだそのコロナウイルス第2波第3波が、まあ、早ければですね10月ぐらいに来るんじゃないかと、まあ、言われている、まあ、そういった時期でもありますので、やっぱ感染対策はしっかりしていかないといけない。で実際に、まあ、どのような感染対策をしているのかっていうのを本日皆さんにお伝え、できればなというふうに思っております。では早速クリニックの方に入っていきましょう。こちら風除室になっておりまして、中扉が開きます。中扉から入ると、まあ、すぐ受付があります。で、まあ、こちら受付の方を、まあ、見ていただくと分かります通り、普段は、まあ、受付スタッフが2人から3人いる状態になっております。まあ、こちらで対面でお話をすることになりますので、ビニールカーテンですね、こちらビニールカーテン、こういう形で開けれるようにはなってるんですけれども、普段はこういうふうに閉まった状態になっております。皆さんご存知だと思うんですけれども、コロナウイルスっていうのは飛沫感染するわけですね。唾液中に含まれている、まあそういう唾液が、まあ、お話をしたり、例えば、まあ、咳払い、まあ、そういったのでも飛んで相手に感染してしまう可能性あるので、ビニールカーテンをしております。これですね、ビニールカーテンをしていることで、やはりですね、ちょっとそういう感染対策にはなるんですけれども、まあ、お話をするときに声が聞き取りづらい、まあ、そういった声もあるんですけれども、まあ、そこはぜひですね、患者様、ゲストの方、そしてスタッフ双方の感染対策という意味で、こういうカーテンご了承ください。で受付をするときにもちろん体温ですね、こちら体温測定をやっております。で実際にちょっとやってみましょう。まあ、おでこにこういう形で当てて、測ります。まあ、36.5°C ということで、まあ平熱なんですけれども、ただやはりこう非接触型の体温計ですから、まあ、外気だったりとかで結構変動することが多いので、例えば37.5°C そのあたりをもう超えてたら、こちらですね、接触型の体温計で、実際に測ってもらって、37.5°C 以上はないかどうかっていうのを確認しております。でもちろんこれやっぱ接触することになるので、まあ、これもその感染の温床になりがちですから、まあ、こちらのアルコールを含ませたアルコール面で逐一拭き取って消毒の方をしております。でこれですね、消毒用エタノール液、まあアルコールですね。でこちらこんな感じでまず初めに消毒してもらいます。で消毒してもらって、これなんで消毒してもらうかっていうと、やはりどうしてもクリニックに入ってきた時に、まあ、いろんなところをですねこうやって触ってしまったりとか、まあ、こういうペンですね、ペンも触りますし、まあ、こういうふうに椅子だったりとかいろんなところ、まあ、こういったところをやはり触ったりすることありますので、そこからコロナウイルス感染することもあるので、必ず LINE いただいた方には消毒用エタノールで手指消毒をしてもらってます。次にもう一つ当院が導入したコロナ対策の一環としてのシステムがあります。それは自動生産機になります。従来はこのような感じで患者様とスタッフが対面の状況で医療費をいただいて、そしてこちらからお釣りをお渡しするという形でやっておりました。ただその場合だと、まあ、対面でいる時間が長くなってしまうということで、コロナ感染のリスクが高まってたわけですね。まあ、もちろん今はこのような形でビニールカーテンをしておりますので、まあ、その辺の対策は少しでも減らせてはいるんですけれども、ただここで会計を済ませるということで、こちらのスペースで患者様だったりゲストの方々の滞在時間、いわば滞留が起きてしまって3密の状況が生まれると、まあ、そういう状況があったわけですね。でそれを少しでも改善させる策として自動生産機を導入しました。
で、その自動出演先がこちらになります。診療が終わった後に番号札をもらって、そしてこちらですね、診察券についているバーコードをかざします。でバーコードをかざすと、まあ、こちらの画面に医療費が提示されますので、まあ、それをこちらの料金入れ1000円だと5000円1万円使えるんですけれども、入れて、で効果はこちらから入れて、そして会計を済ませるということで、可能な限り人対人での時間、対面時間を少なくする、そういう目的でこちらの自動精算機を導入しました。で、まあ、これはですね、患者様だったりゲストの方、そしてスタッフ双方の、まあ、感染リスクを下げるという目的でやっておりますので、ぜひこちらの自動精算機、皆様ご利用いただけたらなというふうに考えております。まあ、続いて待合室の解説なんですけれども、まあ、待合室、まあ、こちら見ていただくと横一列になってるんですね。要は待合室、結構よくある待合室って対面になりがちだったり密着してたりするような配置になっているんですけれども、うちのクリニックの待合室はこういう形で、まあ、一人の座席を設けてまして、以前はですね、ちょうどこれがもうこうやってくっついているような状態で今の倍以上の椅子の数を配置してたんですけれども、まあ、こういうコロナの状態になってからは、まあ、可能な限りこの椅子の間隔を空けて一人一人の、まあ、ソーシャルディスタンスですね、そういう距離を取るような配置にしております。あと対面もないですから、まあ、飛沫が飛び合っていくこともありません。あとこちらの窓ですね、窓の数も豊富に配置しておりまして、常時こうやって窓を開けて換気をよくしているような環境にしております。で続いてこちら中待合室ですねになります。まあ、中待合室は基本的に患者さんは普通一般的な待合室で待つんですけれども、予診をしてその後ちょっと一旦ちょっと待つようなスペースにはなってるんですけれども、まあ、こちらもそちらの待合室と同様に椅子を離して配置しております。予診室ですね、予診室になります。で、まあ、ここをカーテンを閉めると若干狭いスペースにはなるんですけれども、上の方は空いておりますので、そしてこちらにも換気扇もありますので、なるだけこう密閉した環境を防ぐような環境にはなっております。でこちらも同様ですね、こちらはですね肌撮影室といいまして、まあ、うちではまあシミ取りだったりイボ取りだったりっていう顔の施術をすることが多いので、こういうまあ撮影室を設けております。で、まあ、こちらも同様に上の方は空いておりますの で、そしてこちら換気扇もありますので、空気の循環は非常に良い作りにはなっております。あと、まあ、診察室ですね、こちら診察室になるんですけれども、診察室こちらです。でここで診察をするような形になります。まあ、こちらも換気扇ありますので、可能な限り密閉した環境にならないような状況になっております。で診察室を抜けて、まあ、奥の方に行ってみましょう。こちらパウダールームですね、パウダールームがあって、でここがまあ手術室になっております。で手術室も、まあ、ちょっと今ブラインドがあるんで、まあ、見えないかもしれないんですけれども、窓があります。で窓があって常時換気をしているような状態です。次に、まあ、私も含めた医療従事者の感染対策についてですね、やはり医療従事者っていうのは患者さんと常に近い状態でお話をしたり診察をしたりっていう状態にあるので、やはり感染対策をしないといけません。で実際に感染対策としては、やはりまずは手袋をします。まあこのような状態で、もちろんこれ使い捨てですね、一回一回使ったらもう捨てるっていうような、そういう手袋になります。まあこういう手袋をまずした状態で触診だったり、処置だったりっていうのをやっております。であとはこちら、今私マスクはしてないんですけれども、もちろん診察勤務時間内は常時マスクをしています。こういう状態でマスクをすると起きる問題っていうのが、以前は当院はマスクは可能な限りしないような環境だったんです。コロナがこうやって流行する前は、なぜかっていうと、こうやって今お話してるんですけれども、表情がわからないですよね。だからその、まあ、目の動きだけで
なかなか相手の表情を読むっていうのは難しいと思うんですよ。特にその年配の人とかになると耳が遠かったりっていう風になるので、声も伝わりづらかったりするし、まあそういったところからマスクはなるだけしないように、で例えば強く伝えたい説明内容だったりっていう時はこうやってマスクを外してお話をしてたわけなんですけれども、ただ今こうやってコロナが流行っている状態で、さすがにこう近い距離でお話をするっていうのはできませんので、今は常時どういう状況でもマスクをこういうふうにしている状態です。で最近言われているのが、やはりコロナウイルスっていうのは唾液中に含まれていると。で飛沫感染、要は空気中にその水分に包まれた状態で飛んでいく、で2メートルから3メートルぐらい飛んでいくんじゃないかということを言われています。なのでそうなってくると、飛沫マスクはしてて口からの防御はできたにしても、目ですね、目の粘膜から感染することがあるということで、今うちではこれフェイスシールドと言います。でフェイスシールド、まあ、ちょっとこれやってみましょう。こういう状態です。でこういう状態で、まあ、目も、まあ、要はそしてマスクをした上で口からの飛沫が飛ばないような状態、こういう状態で診察をしたり処置をしたり手術をしたりっていうようなことをやっております。でこれは私も含めてスタッフもこういう状態でやっております。で、まあ、やはりこういう状態にちょっと今までの医療従事者っていうのはこういう状態で処置だったり診察っていうのはしてなかったので、一見見るとちょっと仰々しい感じがするかもしれないんですけれども、まあ、これも感染対策の一環としてご了承ください。であともう一つは、やはりマスクをしてさらにこうやってフェイスシールドしてるから音が伝わりづらいっていうことがあるかもしれません。特に年配の方、ちょっと耳が遠くて聞こえづらい方いらっしゃるかとは思うんですけれども、それについてもご了承いただけたらなというふうに思います。はい、続いてですね、新型コロナウイルスの特性について皆さんにちょっとお伝えしようと思うんですけれども、新型コロナウイルスの安定性というんですかね、要は何日まで生き残るかっていう、まあ、そういう特徴があるんですけれども、例えばこちらティッシュペーパーですね。ティッシュペーパー、このティッシュペーパーにコロナウイルスを持った患者さんがこう鼻を噛んだとして、これでポンと捨てたとする。でその中にいるウイルスがどのぐらい生き残るかっていう話なんですけれども、ティッシュペーパーだとだいたい3時間で死滅するというふうに言われています。で次にこちら、まあこれまあだいたい医療機関に置いてある木べらなんですけれども、まあ舌圧紙とか言ったりするんですけれども、まあ、こちらこういう木ですね、木に例えば唾液がついたとして、それがどのぐらいまで生き残るかっていうと2日間生き残るというふうに言われています。まあこちらガーゼになるんですけど、布でもだいたい2日間ぐらいっていうふうに言われています。はい、で続いて皆さんにお伝えしたい情報なんですけれども、まあ、こちらをご覧ください。まあ、ここ、まあ、ドアノブになりますよね。まあ、よく、まあ、医療スタッフ患者さん限らず誰でもが触るような場所なんですけれども、まあ、こういう金属だったりステンレスにコロナウイルスが付着した場合、まあ、死滅するまでどのぐらいかかるかっていうと、まあ、1週間はかかるというふうに言われてるんですね。先ほど言った、まあ、2時間だったり数日とかっていうわけではなくて、まあ、1週間かかるということで、非常にこう死滅するまで時間がかかるということですから、まあ、こういったところ、特に皆さんがよく触るような場所は当院スタッフが、まあ、次亜塩素酸を含ませたハイゼガーゼで、だいたい1、2時間おきにはこうやってきれいに拭き取って患者さんへの接触感染を防ぐようにしております。では続いて2階を皆さんにお見せしたいと思います。当院は2階建て構造になっておりまして、1階は主に保険診療、2階は主に美容診療というふうに分けてるんですね。まあ、1階ではだいたい一般的な湿疹だったり水虫、アトピー性皮膚炎、あとシミ取りも1階でやっておりますとか、イボ取り、ほくろ取り、まあ、そういった一般的な保険診療だったり一般的な美容施術をやってはいるんですけれども、では2階では何をしているかっていうと、まあ主にリジュビネーションですね、若返り用のレーザーだったりとかピーリング、あとレーザー脱毛、まあ、そういったのも2階ではやっております。で2階に上がっていただくと、こちらが2階の窓口になります。
で2階での感染対策としてはもちろんスタッフはマスクをしているんですが、まあそれとともに1階の受付でお見せしたように1階ではねビニールカーテンをしてたんですけれども、2階ではこちらアクリル板ですね。ちょっと座ってみます。まあこのような形で、まあお客様はこの私の対面上に座ることになるんですけれども、こういうアクリル板をはめ込むことで飛沫を飛ばすのを防ぐと、まあ、そういう対策をしております。で2階ではこちらご覧になって分かる通りゼウス菌という医療機関専売の化粧品もよく取り扱っております。で化粧品のお話ってなると実際にやはり日焼け止めだったり、化粧水だったり美容液だったりっていうのを、まあ、ゲストの方はテスターとしてねこうつけたいというふうに思うと思うので、一応こちらの窓から出して、まあ、こういう形でつけたりするんですけれども、ただその時にやはり接触っていうのが怖いので、こういう形でなるだけゲストの方に接触しないような形で、使ってもらっております。まあ、ということでこの2階の受付の感染対策のポイントとしてはアクリル板なんですね。結局この感染対策のポイントとしては飛沫感染を防ぐということなんです。まあ、要はやはり医療者っていうのは人と話をするということで、こう唾液中に含まれるウイルスをこう接触させてしまう可能性がある、まあ、それを防がないといけないっていう前提の下での感染対策を続けているわけです。で今日皆さんに一番お伝えしたいことは何だったかっていうと、まあ、緊急事態宣言が解除されましたよね。ただその解除されたからといってそのやはり医療機関っていうのはそこで感染対策をやめてはいけないということで、当院ではより一層の感染対策を続けていこうと、まあ、そういうことを皆さんにお伝えしたかったわけです。まあビニールカーテンにしてもアルコール消毒にしても非接触型の体温測定だったり、マスク手袋、まあ、そういうドアノブの消毒だったり、まあ、このアクリル板にしてもそうなんですけれども、そういうこう感染対策をより一層強化していって来てくれる患者さんだったりゲストの方、そして当院スタッフ双方の感染の防止、まあ、そういったのをより一層強く努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。今回は以上です。